日本、鹿児島県薩摩仙台市上式町、瀬上上古式町瀬上は、鹿児島県薩摩仙台市の大技。旧薩摩国古式島郡古式島郷瀬上村、古式島郡上式村大技、瀬上薩摩郡上式村大技、瀬上郵便番号は896-1205。人口は147人、世帯数は83世帯。 上古式村郷土市によると1977年時点での面積は2.92平方キロメートルである。古式島列島に属する上古式島の北部に位置しており、地域の北部には関湖である生小池がある。古式島列島の内北部にある上古式島の北端部に位置している。麻生池の東方から南方にかけては、上古式町、小島、西方には、 上古式町層の裏にそれぞれ隣接しており、地域の北方から東方にかけては、東シナ海、南方には、占い湾に面している。占い湾は、波静かな良港と呼ばれ、真珠養殖が行われている。また、北部には、生小池が所在している。麻生池の中央部には、瀬ミ郵便局が所在している。麻生池の中央部を、 鹿児島県道348号層の裏里、港線が南北に通り、生小池の南部で、鹿児島県道352号、瀬上里線と接続する。上古式村郷土市によれば、瀬上という地名の由来は不明であるが、古式島の他の地域の同様の地名から類推して、瀬上と呼ばれる、神聖な瀬がありそこから名付けられたのではないかと、推測されている。 国土地理院地図。国土地理院地図。2015年3月16日に、古式島列島の区域を対象とした、国定公園として、古式島国定公園が指定された。集落を除いて、ほぼ全域が、国定公園の区域に含まれており、2015年3月16日の、鹿児島県国寺、古式島国定公園区域内における、 特別地域の指定により一部が特別地域に、古式島国定公園区域の海域内における海域公園地区の指定によって、海域の一部が、上古式島西海岸及および、長木の浜海域公園地区にそれぞれ指定された。同年には、古式島長木の浜および、赤古群の植物群落が国指定の天然記念物に指定されており、 文化財保護法によって保護が行われている。また、生湖池付近は、薩摩仙台市巡敬館築条例に基づく、長目の浜巡敬館地区に指定されており、一定規模以上の開発については、薩摩仙台市の認定または、許可が必要となっている。江戸時代後期の長補瀬神という地名は、江戸時代より見え、薩摩国古式島郡古式島里のうちであった。 村高は、三州五地西洋欄には56国余り、急行九陵取調べ町には81国余りで、あったと記されている。江戸時代の測量家である、井上忠敬が表した、九州東海辺宴会村順では、瀬上村の矢数は127あったと記録されている。瀬上村では、ナマコ池のナマコと、盆山石が採取され、ナマコは将軍に、定期的に献上された。 厚姫が徳川家に腰入れした際に、薩摩藩が献上した物品に含まれていた硯は、瀬上村で産出された、盆山石が使用されたとされている。江戸時代後期に、薩摩藩が編纂した地史である、三国名勝図絵では、瀬上の蝶裏について、以下のように記述している。神越木村、聖神の海辺にあり、海所に、生小池、及び日畑館池、 桑崎地頭あり、この海辺イサゴナギサ大来にして、壁石多く、盆山石を蒸す、皇帝の山岡省連理、島口橋と出出し、会場には、天草島、及びひひの演算を呈し、桜島学を運載に臨み、海陸の風景化絶にして、上古式第一の、勝ち所なり、 三国名勝図へ第三十巻1889年に町村制が施行されたのに伴い、上古式島及び中古式島の全域にあたる中古式村、中野村、高石村、平良村、小島村、島村瀬上村、宗野穂村、里村の区域より、上古式村が成立し、それまでの瀬上村の区域は、上古式村の大技、瀬上となった。 2001年10月23日に、こういう水面埋め立て地の区域を、大技セガミアザ裏底に編入した。2004年10月12日に、上越式村が、川内市、東郷町、入木町、下道院町、日脇町、鹿島村、下越式村、里村と新設合併し、薩摩仙台市が設置された。この市町村合併に伴い設置された。 法廷合併協議会において、大あざなについては、従前の存命を帳名とし、これを、従前の大あざ名冠したものをもって、大技とすると協定され、旧存命である、上越村の村を町に置き換え、従前の大あざなである世上に関することとなった。合併当日の10月12日に、鹿児島県の国示である字の名称の変更が、鹿児島県広報に掲載された。 この告示の規定に基づき即日名称の変更が行われ、大技名が、瀬上から、薩摩仙台市の大技、上越基町瀬上に解消された。以下の表は、国勢調査による、小地域集計が開始された1995年以降の人口の推移である。かつては、薩摩仙台市立浦内小学校が所在していたが、 2008年に、薩摩仙台市立中津小学校に統合され、並行したため、それ以降は瀬上に、学校施設は設置されていない。明治10年頃には瀬上に小学校が設置されていた。1901年に、瀬上小学校と小島小学校を呼び、総の保小学校に、宇佐小学校として分離が合併し、裏、内小学校となった。1941年に、 国民学校となり、第二次世界大戦中の1945年には、空襲の被害を受け校舎が全焼した。終戦後の1947年に、占内小学校に改称した。2008年に、児童数減少などの理由により、薩摩仙台私立中津小学校に統合された。私立小中学校の学区は、以下の通りである。コミュニティバスである、 古式科の小百合バスが運行されている。上古式町村の裏から上古式町中古式を経て、上古式町公石までを結ぶ路線が運行されており、瀬上野の区域にあるバス停は2020年現在以下の通りである。ありがとうございます。